ティーナカニシシホリは、日本の料理研究家、フードコーディネーター、ナレーター、声優である。愛称は、シホリン。オスカープロモーション所属。広島県初日地市,市生まれ。家族は、両親と、姉一人。広島県立初日地高等学校、広島修道大学卒業。高校の同級生に、映画監督のスワーツ彦がいる。料理研究家として、 テレビ、雑誌、企業へのレシピ開発のほか、フリーアナウンサー、タレント、レポーター、ナレーション、イベント司会業など多方面に活動。1996年より、テレビ新広島、どっこい、神田の日めくりテレビの、不思議の国のクッキングを7年間担当。中国新聞のコラム、緑地帯では、糸おかしというタイトルで料理エッセイを連載した。 2003年以降、拠点を東京都に移し、お絵かき弁当、子供パーティーといった子供向けのメニューの専門家として活動を始める。食育活動にも精力的に関わり、企業タイアップのレシピ提供、司会のほか、イベント等の企画にも携わる。2008年にベジタブルフルーツマイスター取得。野菜を使った35歳以上の大人の彼に作る。 メニュー、野菜で美人パーティーメニューを発表。2011年7月26日と8月9日、放送のスタードラフト会議。2012年3月16日放送の教科書に載せたい。出演をきっかけにアンチエイジングをテーマにした活動が増える。2014年10月、フランス・パリで開催の広島フェアセボンジャケン・エットノン。 広島マイナスでキャラ弁を実演し、好評を博す。2020年4月から、キッズステーション、子育て TV ハピクラのイケメンシェフショークイックの料理を監修。現在は、野菜ソムリエの資格を活かし、野菜メニューや野菜スイーツを試食できる講座のほか、美容をテーマとしたアンチエイジングセミナー話し方セミナーを開催している。母のおはぎ、中西志ェリオフィシャルブログ。 2013年9月22日閲覧。広島で家族揃ってお好み焼きディナーじゃ。中西志保リオフィッシャルブログ。2013年9月22日閲覧。パリの皆さん本当にありがとうございました。中西志保リオフィッシャルブログ。2014年11月14日閲覧。ありがとうございます。